皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。波多氏と月読み編ということで、前回はまず彼らにゆかりのある京都の松尾大社と月読み神社を紹介しました。今回はそれらの情報も踏まえながら、波多氏が日本にやってきた経緯やそのルーツはどこなのかをまとめていこうと思います。ちなみに月読みの命は現在では一般的には月読みと呼ばれていると思いますが、発末伝えでは月読みとされていて、また今回参拝した神社も月読み神社となっているので、このシリーズでは一旦月読みで統一して進めていこうと思います。それでは今回もよろしくお願いします。波多氏というと、一般的には古代朝鮮半島から渡ってきて、土木や農耕、養蚕など高度な技術を駆使して大和朝廷の政治を裏で支え、京都の平安京の造営なども行った渡来人集団というイメージだと思います。彼らが持ち込んだとされる文化や風習からユダヤ教やキリスト教とのつながりも指摘されたりしていますよね。有名な人物としては、やはり聖徳太子の側近だった波多の川勝や、伏見稲荷大社を創建した波多の色具などです。ちなみに今回見てきた松尾大社を創建した波多の鳥は、色具とは兄弟になります。お兄さんが松尾大社を作り、弟が伏見稲荷を作ったんですね。ではそんな波多氏は一体何者なのかということなんですが、応神天皇16年に百済から多くの人民を率いて日本に帰化した柚木の君を中心とした氏族で、諸説あるものの新撰小辞録では秦の始皇帝の末裔とされているというのが波多氏の来歴としては一番有名なところになります。波多氏の波多は彼らが持ち込んだとされる波多織の波多につながっていると言われたりもしていますが、その語源は古代朝鮮語では海を意味し、朝鮮半島から海を渡ってきた海人というのが語源であると言われています。古代朝鮮半島では死因は濁るのが基本で、もともとは肌と言われていたのではないかとされています。こちらの美の古代史編の動画でも解説しましたが、波多氏は最初は波多ではなく波多という漢字で氏を与えられています。彼らが作る絹織物が肌のように柔らかく暖かいことから波多の姓を賜ったとも言われています。こうしたことから考えても、初めは波多ではなく肌だったと考えることができそうです。ではここまで話してきたように、波多の由来が古代朝鮮語にあるかもしれないということは、波多氏はやっぱり朝鮮半島系の人たちだったのかというと、そういうわけでもなさそうです。日本神話に出てくる海神ワタツミを言葉の意味、言霊で見ていくと、ワタツミという意味になって、ワタは海を表しています。ワダツミと言われたりもするので、古代日本では海のことをワタまたはワダと言っていたことになります。日本ではワタまたはワダ、朝鮮半島ではハタまたはハダということで、この2つ似ていますよね。近年は朝鮮半島からも前方後円墳が見つかったりしていて、古代の日本列島と朝鮮半島は同じ文化圏だったことを示しています。つまり半島から渡ってきたというだけで、単純に半島系の氏族とは言えないということですね。このあたりはこれまでの常識を頭から外して考えていくことが必要そうです。では次は彼らが一緒にやってきたという柚木の君、柚木の国について見てみようと思います。柚木の国は現在のカザフスタンやキルギスとの国境あたりにあったとされる国で、ちょうどシルクロードが通る地域でもあります。現在は中国のウイグル自治区の中ということになりますが、この地域では自分たちのいるこの場所は月の地であり、西のローマが星、東側は太陽の地だと考えられていたそうです。では柚木の国の民は何者なのかということですが、その大半は紀元前722年に滅んだ北イスラエルの人々の一部が中央アジアに逃れて作った国ではないかと言われています。そして彼らは元はユダヤ教だったものの、後にこの地で原始キリスト教に改宗したと言われています。ネストリウス派キリスト教の系教徒だと言われることもありますが、実際に系教が東アジアに伝わるのはもう少し後の時代になるので、初期の波多氏は原始キリスト教という解釈で良いかと思います。シルクロードはユダヤ人が作った道とも言われ、その名の通りユダヤ人やキリスト教徒が絹の貿易を独占して栄えた道です。
ルート上には6日歩くごとに中継地としてユダヤ人コミュニティが作られていたと言われていて、ユズキの国もおそらくその一つと考えることができそうです。6日というのはおそらく今のカレンダーの元になっている6日働いて1日休むという安息日に合わせて作られているんじゃないかと思います。旗師も日本に旗織りや養蚕の技術を持ち込んだと言われているように、こうしたシルクロードのユダヤ人コミュニティと深い関係性を持っていたと考えていいのではないでしょうか。中国には昔からユダヤ人が住んでいたと言われる海邦という都市があります。アジア全体で見るとかなり東寄りではありますが、この場所からは紀元前231年にユダヤ人がこの地にやってきたという内容が書かれた碑文が発見されているので、少なくともこの時代には古代イスラエルの人あるいはユダヤ教の人たちが東アジアまでやってきていたことがわかると思います。かつてはシルクロードに沿ってこのような町やコミュニティがアジアの各地に点在していたわけです。そしてこの地域にはヤマトウという地名も存在していました。このヤマトウはヘブル語またはアラム語どちらで読んでも神の民という意味になるそうです。これが日本のヤマトの元になっているのではないかと言われたりもしますが、この辺りは今は新疆の中のイリカザフ自治州と呼ばれていて、その真ん中あたりにイリ川が流れています。旗師が建てた神社として稲荷神社が有名ですが、都市伝説的なところで稲荷は本当はイエスが十字架に貼り付けにされた時に貼られていた罪状板に書かれた INRI、インリを指していて、イエスキリストをお祭りする神社ではないかと言われたりしていますよね。そんな旗師が元いた場所とされるところにほぼ同じイリという地名が今も残されているのは偶然でしょうか。さらにこの入り側に沿って東へ向かうとナラティ草原という名前まで出てきます。このナラティはモンゴル語で読むと一番早く太陽が見えるところという意味になるそうです。確かにこうやって地図で見てみると、この山に囲まれた平野部一帯にユズキの人たちが住んでいたとしたら、ナラティはその一番東の位置になるのでモンゴル語の意味とも一致してきますよね。イリとヤマトウとナラティ、話だけ聞いているとそんなまさかと思いたくなるような話ですが、こうやって地図上で確認してみるとなんだかつながってくるような気がしませんか。そしてここで一つ興味深い話があります。ユズキの国はカザフスタンとキルギスの国境付近にあったと言いましたが、そのキルギスに伝わるマナス叙事詩という伝承では、キルギス人はヤキブという祖先から始まり、そして二人の兄弟がいて、一人は山の方へ行ってキルギス人の先祖になり、もう一人は海の方へ行って日本人の先祖になったと伝わっているそうです。この話が転じて、肉が好きなグループはキルギス人になり、魚が好きなグループは東へ移動して日本人になったとも言われているそうです。ヤキブといえば旧約聖書に出てくるイスラエル十二氏族の父ヤコブですよね。そうなるとマナス叙事詩のマナスはマナセということになります。ヤコブの息子ヨセフがエジプトに渡って宰相になり、カナンの地で飢饉にあえいでいたヤコブの家族たちをエジプトに迎え入れたという旧約聖書の話がありますが、このエジプトで宰相になったというヨセフの二人の息子がマナセとエフライムです。キルギスに伝わるこの伝承を素直に解釈すると、陸を移動したマナセ族がキルギス人となって、海を移動したエフライム族が日本に渡ったと解釈することもできそうですが、果たしてどうなんでしょうか。そしてこの話、日本神話の海幸彦と山幸彦の話になんか似ていませんか。ただ今の話をそのまま解釈すると、海を経由して日本に向かったエフライムが弟なのに対して、日本神話では山幸彦が弟で、こちらの系譜が神武天皇へとつながっていくことになるので真逆にはなっちゃうんですよね。なのでこれを単なる偶然の話と捉えるか、それとも山と海が逆転しているのが何かを暗示していると考えるか、でもひとまず今回はここまでにしておこうと思います。そんな話もあってキルギスの人たちは日本を兄弟だと言ってくれるぐらい親日国の一つなんです。現在ではロシア系やトルコ系との混血も進んでいますが、こうやって見てみるとなんとなく日本人に面影が似ている気もしますよね。さらに今の日本ではキルギスと呼んでいますが、彼らはクルグズと自称しているそうです。
ここで半島から日本への入り口ともいえる対馬に目を向けてみます。すると対馬の一番南側に宅津玉神社という神社があります。そしてここでお祭りされている葛玉の神は古代の有力氏族木の国の宮津子の祖神と伝えられているんですが、騎士といえば竹の内の宿根につながっていきます。第8代高原天皇の王子彦仏の忍野真琴命と木の国の渦彦の妹山下景姫が結ばれて竹の内の宿根が生まれ、その息子の木の角の宿根は騎士を名乗っています。竹の内の宿根は神宮皇后の白木征伐に同行していますし、応神天皇の命でその子供の葛城卒彦らが柚木の君を迎え入れるために半島の方に派遣されていることを考えると、この辺りもなんかいろいろとつながっていそうですよね。そして一般的には柚木の君が旗師の祖ということになっていますが、葛玉の神がクルグズのグズを表していて、騎士や竹の内の宿根につながっているとしたら、旗師の元となる人たちは柚木の君の時よりも前にすでに日本列島にやってきていたことになるので、ひょっとしたら先遣隊のような役割の人たちがいたのかもしれません。ちなみに竹の内の宿根のおじにあたる木の国の渦彦について興味深いのは、旗師が賜ったという渦政の姓について、807年に院部の広成が編纂した古語集位には渦政という漢字が当てられているんです。渦彦と渦政、葛玉にクルグズ、この奇妙な関連性は今後何かヒントになるかもしれないので、頭の片隅に入れておいても良いかもしれません。そしてもう一つ、この対馬にはこの地方特有のアマテラスとは別の原始的な太陽信仰とも言われている天灯信仰というのがあるそうです。最近ではほとんど言わなくなったかもしれませんが、ちょっと前までの日本人は太陽のことをお天道様と言っていたんですよね。太陽とお天道と言って何かピンときた人はいるでしょうか。先ほどのヨセフの話にもあるように、日本と古代イスラエルの関係性を見る上でそれ以前のエジプトまでつながっているという可能性はこれまでにもお話ししてきました。その古代エジプトには太陽神アテンの信仰がありました。そうです、アテン神とオテント様、これもまた日本の歴史がエジプトまでつながっているヒントなのかもしれません。ということで突然太陽の話になってしまいましたが、月についてはまだ気になる点があるのでもう少しだけ見ていこうと思います。中央アジアで月というと柚木だけではなく月氏、大月氏という国もありました。柚木がいつからあったのかは実ははっきりと分かっていませんが、おそらくこの月氏の方が先に存在していたと思います。月氏は紀元前3世紀頃、今の中国の敦煌付近を拠点に中央アジア一帯に勢力を誇った遊牧民族の国と言われています。紀元前3世紀は中国では秦の時代、西側はアレクサンドロス大王の東方遠征によってアケメネス朝ペルシャが滅ぼされたものの、滅ぼした側のアレクサンドロスの大帝国も彼の死後後継者争いで分裂、代わりに共和制ローマが少しずつ力をつけていく、そんな時代です。ところが紀元前2世紀になると同じ北方系遊牧民族で急激に力をつけてきた匈奴に敗れて、月氏は2つに分かれます。片方は西に移動して大月氏と呼ばれるようになり、もう一方は敦煌のあたりにとどまって小月氏と呼ばれるようになります。そしてちょうど大月氏があったのが今のキルギスのあたりと言われているんです。その後この辺りは諸説ありますが、大月氏の一部が南下をしてインド北部にクシャーナ朝を建国したとされています。ではそんな月氏とはどんな民族だったのかということなんですが、現在学説的にはイラン系と言われています。なぜイラン系とされているかというと、大月氏の一部がインドに進出して建てたクシャーナ朝で使われていたのがイラン系言語だったから、遡って月氏族もイラン系の人たちだったのではないかという感じの話で、つまり実際のところはよく分かっていないんです。トルコ系と言われたりチベット系と言われたり様々な説があります。じゃあここで何かヒントはないかなということなんですが、まずはこんなところから見てみようと思います。魏志倭人伝では大和国の女王卑弥呼に秦魏倭王の金印が贈られています。これって立場の違いはあれど、
実質魏と大和は同盟国のような関係だったと考えて良いと思うんですが、実は魏は大月氏にも真魏大月氏王の金印を送っているんです。そして魏がこうした金印を送っているのは大月氏と大和だけだと考えられています。いろんな地理的な要素はもちろんあったかもしれませんが、この2つの国が魏を通じて間接的にでもつながっているというのはまず一つ興味深い点ですよね。そして先ほどのクシャーナ朝で使われていた言語から大月氏は学説上イラン系と考えられているという話ですが、実は近年新疆で出土したウイグル語訳のジオン伝の中で、かつてその辺りに存在していた縁義というオアシス都市国家が大月氏の遺留部族だという内容が書かれていたことが分かりました。この辺りでは日本語やエラム語、シュメール語などと同じ膠着語に分類される言語が使用されていました。漢書聖域伝によれば月氏は京に近い文化や言語を持っていたとあります。現在は中国で少数民族のチャン族として残っている人たちなんですが、郷土に追われた時に敦煌の辺りにそのまま残った小月氏はその一部がこの京と合流していると考えられています。こうしたところから考えても、やはりこの辺りが近い民族系統だったことが考えられそうです。ここで少し思い出していただきたいのが、以前の動画で中国の山間部には日本人と非常に近い DNA を残す人たちが今も残っているということで、彝族を紹介しました。この彝族とチャン族は親戚とも言われていて、どちらも言語系統が日本語と近い上に原始的なアニミズム信仰を残す民族なんです。先ほどの説明の通り、チャン族と月氏も近い関係性があり、そして月氏が移っていった先に現在住んでいるキルギス人に伝わる伝承。これらをつなげてみていくと、なんだか日本列島とオリエントが一本の線になっているように見えてきませんか？ということで、この話まだまだ続いていくので、今回は一旦ここで区切りとして、続きはまた次回にやっていこうと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。